皆さんこんにちは、ジャワです。このチャンネルはブランドバッグのシェアリングサービスをしている私たちラクサスが実際にバッグを使ってどのくらい物が入るのか、サイズ感はどうなのといったバッグの詳細について紹介しているチャンネルです。今だけ3ヶ月半額でブランドバッグ使い放題のキャンペーンをやっているので、ぜひ概要欄の URL からチェックしてみてください。今回はルイ・ヴィトンのスピーディバンドリエール30のご紹介です。このデザインとか形とか街中とかでもなんとなく見かけたことないですか？スピーディはシンプルな美しさ、収納力、そしてサイズ展開が豊富で、何よりバリエーションがもうすっごいあります。もう本当にいいところが盛りだくさんで大人気なバッグとなっております。それでは早速ご紹介していきます。ではまずはじめにスピーディの歴史について簡単にご紹介します。スピーディは1930年に誕生したんですけど、当時は自動車が一般的に広がり始めた時代で、この自動車の助手席におけるボストンバッグとして発売されました。誕生当初はエクスプレスという名前でしたが、後にスピーディという名前に変更されました。続いてサイズですね。サイズが幅30センチ、高さ21センチで、マチが18センチです。結構30センチあるので大きめですね。なので荷物の大きい方にぴったりなバッグです。デザインは大人気のモノグラムですね。でルイ・ヴィトンはヌメ革を使用してあることが多いんですけど、このバッグの持ち手とかはコーティングされているので傷や汚れがつきにくくなっています。こちらの金具はゴールドで統一されていて、大人っぽさだったり、あとは上品さも兼ね揃えています。鍵とカデナがついています。なのでこのファスナーを閉めた後にこんな感じで留めていただけます。で中はこんな感じですね。色はレッドです。でこの背面側にファスナー付きのポケットが1つついています。口も結構しっかりと開くので出し入れもしやすいと思います。ショルダーストラップがついているので、ショルダーバッグとハンドバッグとして使っていただけます。ではバッグの中にこちらを入れていこうと思います。はい、4つ入れてみたらこんな感じです。大きめのポーチとかも入れてみたんですけど、全然まだ余裕があります。あと3倍ぐらいは入りそうです。この時期とかだとストールとかつけると思うので、そういうものとか入れてもいいかもしれないですね。こんな可愛いバッグもラクサスではご利用いただけますので、気になった方はぜひ概要欄の URL から無料アプリをダウンロードしてチェックしてみてください。いかがだったでしょうか。今回ご紹介したバッグの他にもラクサスではエルメス、シャネル、ルイ・ヴィトンをはじめとしたブランドバッグが約4万体ありますので、買おうか悩んでる、使ってみたいなんて方はぜひラクサスでまずはお試しレンタルしてみてください。もしこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。